織田信秀は、戦国時代の終わり国の武将、戦国大名、織田信長の父、終わりの虎。永昇8年、終わり国南西部海東軍、中島軍にまたがる諸畑城を支配する諸畑城主で、清須三部行の一人の織田信貞の長男として、生まれる。信貞は、終わりの守護大を田氏の一族で、終わりした四軍を支配する、守護大。 織田山と守る家に使える書流として、主家の重心の清須三部行の一家で、壇上中を称した家を継いでいた。大英年間に、諸畑城を築き当時、伊勢湾に近い木曽川に望む港と、後頭天皇社の門前町として繁栄していた津島を支配し、同家の勢力拡大のきっかけを作る。信秀は父。 信ぶの生前である大栄六年四月から七年六月の間に家督を譲られて、当主となる。家督相続から間もなく、天文元年、主家の織田通るマサルと清志州三部行の一人の、小田以上の織田東左衛門と争ったが、こうはした。この和議を固めるのと自らの威勢を示すため、翌、天文二年七月京都から、蹴鞠の宗家、明日海正綱を招き、 山島ときつぐ堂々して、まず7月8日初畑城で、蹴鞠会を開催し、品格たちと数百人の見物集も含めを多くが、集まり、7月27日には、清州城に舞台を移し、連日、蹴鞠会を実施した。天文7年頃、今川市、豊かな城の名古屋城を暴略で奪い取り、ここに居城を移して、愛知軍に勢力を拡大した。 天文三年には信長が誕生している。その後も、勢力の拡大に伴って、天文八年に小渡り城を築き居城として二つ目の、経済的基盤となる厚田を支配した。信長の幼年寺か、天文十五年の元服前に名古屋城を譲っている。そして、天文十七年に末森城を築いて、さらに居城を移している。 これは、当時の戦国大名は生涯あるいは、代々拠点上を動かさないことが多く、得意な戦略である。経済的に伸長し勢力を増し、上落して朝廷にも献金し、十五一下に除位され、貧ゴ神に任官された。さらには、室町幕府にも参じて、第十三代将軍、足利義輝にも配越した。天文九年から翌年にかけ、 伊勢神宮仙宮のため、材木や銭700巻分を献上した。これで、天文10年9月、その例として朝廷より、三河守に認じられたというが、周囲への使用例はない。さらに、天文12年には、朝廷に、代理修理料として4000分を献上し、朝廷重視の姿勢を示す。大概においては、協力2年。 松平清康が終わりに侵入し、信秀の支配下の東加須貝郡軍の信濃城や愛知軍の岩崎城を襲奪し、さらに今川勢にそそのかされ天文四年には森山を侵略してきた。しかし、森山崩れにより清康は家臣の安倍正豊に唐竹割に両断され即死した。その結果死産した松平氏の隙をついて、信秀は、 三河に逆進行し、天文九年には安城城を攻略し、支配下に沖長男の織田信弘を置いた。松平氏は、今川義元の支援を受けたが、天文十一年の第一次小津坂の戦いで、今川軍と戦って勝利し、西三河の権益を保持したと言われるが、信長後期にのみ記載された。しかし二次とは、様相の違う、はずの、 この第一次の戦い自体があったか、今川氏の三河への進出過程から論争の対象となっている。天文11年、美濃では守護の時よりのりとこの来次が、斎藤道三によって、尾張国へ追放され、信秀ではよりのりを支援して、越前国で同様に追放された先々代の守護の、 この時、頼住を日後下に置いていた、朝倉高景と連携し、美濃に兵を出し斎藤道蔵と戦い、一時は、大垣城を奪った。こうして信秀ではその頂点で、主下の大和家の山と守る家の親珠関係は保ちつつ、地位や県威は、主家やその主君である尾張守護柴士をも上回り、弟の織田信康や織田信光ら一門、家臣を、尾張の要所に配置し、 終わり国内の多勢力を圧倒する戦国大名の地位を築いていった。しかし信秀は週末まで守護大奉行であり、実質上は終わりを代表する戦国大名として、斉藤、松平、今川ら、他国大名と戦い続けたものの、形式的主君であった守護大家。 守護家は維持したままで、終わり国内の山と守る家や他の三部行や犬山の織田信清など何度も敵対し、争ったり、反乱されたりしているのに、最後まで徹底して粛清したり戦こうとせず、それらを抱えたまま国外の敵と戦うことに限界があり、旧来の権威や秩序を重んじる古さがあったと指摘され、それらの平凡や排除は、信長の代を待つことになる。 一万松寺の墓所天文十三年に、道三の居城、稲葉山城を攻撃し城下まで攻め込んだが、道道の反撃を受けて大敗する。そして、天文十七年には、犬山城主、織田信清と楽天城主、織田博士邸が無本を起こすが、これを鎮圧して従属させた。同年、道道が、大垣城の奪還のために攻め寄せ、 救援のため、信秀が出陣し、後ろ巻きするが、その留守中に、織田通る勝ちの後を継いだ、織田信友が、小渡り城を攻めたことにより、かえって、山と守家とも争うが、翌年には和解している。大垣城はやがて道山側に取り戻された。天文16年の9月に、信秀が、松平広忠の岡崎城を攻め落として、広忠を降伏させた。また、広忠の着難。 竹千代が、織田家の人質になったのもこの時の出来事と考えられている。また、これに対して、翌天文17年には、斎藤道蔵が、松平広忠に働きかけて、斎藤氏、今川氏と結んだ広忠が挙兵し、斎藤道蔵や今川義元が信秀に、対抗するために、積極的な工作をしていたと考えられている。さらに、同年、 第二次小津坂の戦いで、今川法の大言切災に敗北。次第に、今川、斎藤に押され、守護大、山と守る家とも奮起し、苦しむようになった。そのため、この年斎藤氏とは僕して、条件として信長と能姫との婚姻が決まり、翌天文18年2月に、これを目取った。しかし、翌3月には、 信秀の勢力を三河より駆逐戦とする今川が、小田方の西三河支配の画像であった安城城に大変切災を賞とする約一万の軍勢を送った。城主であった諸子信広の奮戦により、一度はその攻撃を知りけたものの、今川は同年9月に再び出兵。平手正秀が援軍として安城城へ送られたが、11月に、 安城城は陥落した。この後、西三河南部における織田方の勢力は、総崩れの様相を呈し、さらに信弘が今川氏に捕獲されたことで、人質としていた松平広忠の着南竹千代との交換が行われ、西三河での勢力を失った。同年頃から病に侵され、伏せるようになり、周囲や関係者にも病中と知られ11月には、信長が、 出立し代行して、藤原信長名で、厚田に政策を出して、信長の所見文書ともなっている。天文19年8月今川の軍勢により、北軍の水の家が降伏して、その翌年12月には、愛知軍の鳴海城の山口京次が、今川方となり、周囲に調略して、信秀川の勢力がそがれるという困難の続く中、 天文21年3月3日、末森城で死去した。去年42。家督は、嫡男の信長が継いだ。葬儀は一万松寺で行われ、僧侶300人を参集させた壮大なものだった。没年には、天文18年説や、天文20年説や、天文21年3月9日説がある。少年は、桑田忠隆が唱える栄章5年説をはじめ、 英章七年説、英章八年説など諸説があって論議されている。AB 天文19年12月23日付、信長20年9月20日付、信勝の反物文書にはない生前使用しなかった、信秀の法名、桃岩尾が天文21年10月3日付の信長の反物に使用されているため、この間に死亡したとする。 名古屋戦記では前年協力五年春に、名古屋城を乗っ取られたはずの今川氏豊かも参加しており、この年数が間違いだと証明している。同年七月、今川義元が剣老するが五百巻であり、信秀建城の巨額差がわかる。天文十九年、または二十年十一月五日付、小田博資金の時折継ぐ宛ての書状に、 貧乏種病中ゆえとある、村山文書書集。江戸時代の、小田慶図や、関西重州諸家府などの慶図類や小瀬保案、信長記によるもので、同年月日以後の天文18年11月28日や、天文19年11月1日付の信秀の、反物があるので否定できる。この場合の少年は、永昇5年とする。当時の、一万松寺拝に基づいたとする。 江戸時代の文書。この場合の少年は永雄7年とする。この場合の少年は永雄8年とする。ありがとうございます。